月曜からベンチャーへようこそ、エリです。今日はオーストラリアの動物たちが集まってスポーツ大会が行われます。足が速くなる運動をたくさんするので頑張ろう。今日の動画レッスンのまとめは説明欄に書いておりますので、ぜひご覧ください。さあ、どんなスポーツ大会が待っているでしょうか。あぐらをかいて座ろう。今日はオーストラリアでたくさんの動物たちが集まって障害物レースが行われます。早速動物選手たちの登場です。まっすぐ立ってマーチングしてみよう。足をしっかり高く上げて、1、2、1、2、運動会みたいだね。1、2、1、2、ゆっくり進んで、1、2、1、2、全体止まれ、止まった、上手。さあ、早速障害物レースが始まります。まずはカンガルーとダチョウのレースです。ダチョウさんは長い首を回して準備体操をします。首を下に下ろしてゆっくり首回そう。鼻で丸を描くように、反対側もゆっくり回して、最後もう一回。次は大きな羽も動かします。手を肩の上に置いて肘で丸描くよ。ゆっくり肩を回して、反対側も、1、2、上手。最後ストレッチしよう。まっすぐ立って、ダチョウさんの長い首とくちばし、手を頭の上でパチンと合わせて、背中を反らせて胸開いてストレッチ。はあ、リラックスしているダチョウさん。さあ、カンガルーさんはどんな準備体操をしているでしょうか。カンガルーが得意なのはジャンプ。ジャンプの練習しよう。片足を握ってかかと、お尻に近づけよう。さあ、ジャンプするよ。ジャンプ、ジャンプ、片足ジャンプ。何回できるかな。10回数えてみようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できた。今度は反対側も、おー、バランスとって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できた、上手。さあ、早速レースが始まります。位置について、足を手と手の間に置いて、よーい、後ろの足をしっかり伸ばして、ドーン。あ、カンガルーさんフライングです。さあ、もう一回スタートに戻って足をスイッチ、足を取り替えていくよ。位置について、よーい、後ろの足しっかり伸ばして、ドン。さあ、カンガルーさんもダチョウさんも一生懸命走っています。一つ目の障害物はハードル。ハードルの上をジャンプしていかないといけません。さあ、みんなも挑戦してみよう。四つん這いになって、お尻を高く持ち上げて、今度は膝を曲げて、ここよく聞いてね。目線、目は手と手の間をしっかり見て、軽くジャンプ。できた？もう一回やるよ。四つん這いになって、お尻を高く上げて、膝を曲げて、せーの、ジャンプ。上手。さあ、二つ目の障害物は網くぐり。網の下をくぐっていかなくてはいけません。みんなでハイハイしてみよう。四つん這いになって歩き回ろう。1、2、1、2、歩き回って、
さあここでストップ。そしたら片足を後ろに下げて、少し足上げてみよう。上がった足と反対側の腕を伸ばして、スローモーションで網の下くぐっていこう。ゆっくりゆっくり網の下をくぐっていくカンガルーさんとダチョウさん。1、2、しっかり足伸ばして、さあここでハプニングです。おっと、ダチョウさん足が網に絡まってしまいました。絡まったダチョウさんのポーズやってみよう。足をクロスさせて、まっすぐ立って、長い首とくちばしを作ったら前に倒れよう。ゆっくり前に倒れて、くちばしで引っかかった網をほどいて、ゆっくり起き上がろう。お、ダチョウさんまた引っかかっちゃった。そしたら今度は反対側の足をクロスさせて、せーの、くちばしで網をほどいて、ゆっくり起き上がろう。太ももの後ろ側、ハムストリングスをしっかり伸ばして、できた。さあ網からやっと出れました。最後3つ目の障害物は的当て。的の真ん中を狙ってしっかり弓を放っていくよ。さあしゃがんで、そしたら今度は片足を真横に伸ばして、つま先は上、太もも足内側しっかり伸ばしていこう。背中はまっすぐ伸ばして、さあ狙うよ。的をしっかり狙って、せーの、プシュー。さあもう一回、今度は足を変えよう。つま先は両に上、足の内側しっかり伸ばして、背中もしっかり伸ばして、さあ目がけるよ、集中して、せーの、できた。カンガルーさんもダチョウさんもラストスパート一生懸命走っています。さあみんなも一生懸命走ってみよう。腕を振る練習、しっかり腕を振って、1、2、1、2、慣れてきたら少し膝を上げていこう。1、2、1、2、もし下に誰も住んでいなかったら少しずつ膝を上げて走っていくよ。1、2、1、2、1、2、しっかり手を振って膝も高く、さあ頑張って。さあ一番最初にゴールをしたのはカンガルーさんでした。カンガルーさんおめでとう。カンガルーもダチョウも自分の一番を出せて大満足。でももう体はヘドヘド。さあ横になろう。はあ、芝生の上でゴローン。手と足の力を抜いて、はあ、綺麗な空が見えます。そしてとても気持ちのいい風が吹いています。ゆっくり鼻から吸って、はあ、はあ、運動した後はとっても気持ちがいいね。さあみんな手を胸の上に置いてみよう。胸の中には心臓があります。さあみんな心臓はドク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 という音がします。みんな手を胸の上に当てて、ドク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 、音聞こえる？そして手でドク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 、音感じる？聞いてみよう。
ね、聞こえる。心臓は朝も夜も休まずに私たちのために働いてくれています。働いてくれているおかげでみんなは目が覚めることができるし、おいしいご飯を食べることができるし、体を動かすことができるんです。なので今日はこの心臓にありがとうという気持ちを込めて、ゆっくり優しい呼吸しよう。鼻から優しく呼吸して、優しい呼吸を吐いて、はー、心臓さんありがとう、はー。そしたら手と足を動かして、膝を抱っこ、コロンと横になって、手をついて起き上がろう。あぐらをかいて座ったら、手はパチン、胸の前に下ろして、これで今日のヨガアドベンチャーはおしまいです。みんなどう？楽しかった？そしてみんなちょっと熱くなったかな？さあ、ヨガの合言葉ナマステを一緒に言っておしまいにするよ。せーの、ナマステ。ありがとうございました。もし気に入ってくれたら、いいねやチャンネル登録、お友達にシェアなど応援よろしくお願いします。じゃあまた一緒にヨガしようね。バイバーイ。ピース。